週刊文春の記事ですね。まあ、木原官房副長官のですね、奥様が、まあ、刑法199条の殺人を犯したのではないかと。これ、非常に重要な部分なので、殺人を犯したのではないかという記事が出ているということで、殺人を犯したわけではないです。犯したわけじゃないとは言えないですね。正確に言うと、殺人をしている可能性は、当然、これは否定はできないんですが、少なくとも刑事、いわゆる日本の司法制度上ですね、殺人罪になるような状態にはなっていないが正しいですかね。でそういう状況なので、なかなかこういうのを扱うっていうのが、僕もこれも含めてなんですが、非常にリスクがあることは間違いないです。もちろん木原官房副長官自体が、この奥様に対する人権侵害だということは、これは僕はすごく分かります。でちょっとね、これ僕はこれどっちが正しいとかっていうことよりも、僕は本当この辺詳しいんですよ。自分自身も委員の捜査、逮捕されることないんですけども、委員の捜査とか何度も受けている人間、ひょっとしたら僕人生の中で一番逮捕されてないけど任意の事情聴取受けたことがある人かもしれません。それぐらいですね、警察の動きとか、マスコミの動きとかも、もちろんもともと NHK の報道局で、今もメディアの方たくさんお付き合いさせていただいているので、警察や検察の動き、そして、メディアの動き、そして政治家に対する特殊な、取材というか捜査の仕方みたいなものをですね知っていますので、ちょっと解説をしていきたいなと。でまずですね、ネット上ではなぜこれテレビなどが報じないのかということを言ってる方大勢いらっしゃいます。大勢ってそこまでいるのかな、どうだろう、百田直樹さんであったりとか、須田さんですね、須田さんの人の名前ちょっとごめんなさい、目がけた背の低いね、いかつい須田さんとか、他にも天神橋で何かね動画出されてる方とかやってますけど、なぜテレビなどが報じないかっていうのことについては、これは間違いなくですね、答えは一つです。正しい答えというか、これは正しいと思うんですが、死刑になるからです。この件を報じるっていうのは、これ文春もそうですし、実際この件を僕が扱っていることからしても、木原さんの奥さんに対しての死刑を下してるっていうことだけは自覚しなきゃいけないということですね。っていうのは、これ何も扱わなければ、奥さんはこういう殺人の疑いをかけられたことすら、ほとんどの人に知られないわけですよね。でもこのようにこの週刊文春の記事を取り上げることによって、奥様が木原さんの奥様がですね、殺人をした可能性があるということを広めてしまうということになると、それはいわゆる死刑というですね、死刑の反対は公刑ですね、公の刑ですね。これはいわゆるそれぞれが、私自身がそういう罪、それぞれ個人が罪を与えてはいけませんという考えですけども、それに対して公刑ですよね。ちゃんと裁判をして、しかるべき罪と罰を償うということの、これ対象なんですよね。でこのネット時代になってですね、どんどん死刑ができるようになってきてるわけですよ。これのことよくネットリンチとかなんかいう言葉を使って言ってるようなんですが、お前立花が言うなよということも言われるかもしれませんが、まさに個別に刑を与えることができる。これをテレビや新聞社などがやっちゃうとですね、そう、花田さんなんかもね産経新聞でなんか取り上げてたようですけど、これね、要は奥さんが、この事件ちょっと簡単に振り返ると、木原官房副長官が結婚したのは2008年とかなのかな、で奥さんの元旦那さん、夫が亡くなったのが2006年なんですよね。だから相当昔です。木原さんもこの元ご主人が亡くなったことは知らないわけですよね。今から17年ほど前の話なので、でここでこの元夫との方がお亡くなりになっているのは事実です。でこれが自殺なのか、それとも他殺なのかっていうことについては、これは分からないです。最終的に殺されたのか自分で死んだのかっていうのは、どんなに捜査を尽くしても分からないことだとは思います。断定はね、警察はこうでしょうということはできるにしても、まさに神のみぞ知るっていう状態なんですよね。たくさんの血を流してと倒れてたと、お亡くなりになってたと。第一発見者が両親、特にお父さんなわけですけども、でその2006年の段階でもちろん警察、刑事が現場検証したんですけども、これは殺人ということではなくて、不審死ということで、片付いていたとか、とりあえず取り置きをしてたところが、2018年12年経ってですね、コールドケースといってですね、殺人罪が今時効がなくなってしまっているために、仮に時効があっても一応12年か、この刑事さんの中にですね、これはやっぱり人殺しじゃ
なかったんじゃないか、殺人じゃないか、刑法199条の殺人罪だったな、だったんじゃないかということで捜査を再開した。ちょっとまあ再開というか強く始めた。でこの Y さんという人物がいて、まあこの Y さんっていうのが奥さんともつながっているし、亡くなりになった元夫ともつながりがある、覚醒剤かなんかの常習でですね、鹿児島刑務所にいる Y さんに対して、この K さんが何十回もわざわざ取材に行ったというか、捜査、まあ事情聴取に行って、でこの Y さんが奥さんが旦那を殺したみたいな証言を取ったみたいなことが週刊文春こうたたと書かれているんですけども、まあ、それだからといって奥さんが元ご主人を殺害をしたっていう証拠にはもちろんならないですね。ただこの記事を読むとですね、ああ木原さんの奥さんって元旦那を殺した人と思う人が何人か出てくるんですよね。少なくとも殺した可能性がある人出てくるわけです。そうすると奥さんこれから先の人生めちゃくちゃ生きづらいんですよ。奥さんの周りの人からしても、そうだったのって言って、でこれに対してもちろん警察は一生懸命2006年も2018年も捜査をしてるわけですよね。捜査をした結果、警察の問題点っていうのはこの 99.9% 黒、いわゆる犯人だということでなければなかなかこういう逮捕ができない。ガサ入れはしたようですけどね。任意の事情聴取って言って任意の捜査がやって、これはどうもそれなりにちゃんと任意の時間を取って捜査に協力してたようです。で、その後強制捜査でですね、この奥さんの実家と奥さんのうちにガサ入れ、ここまでやったそうですけど、最終的に逮捕はされていない。でこの逮捕っていうのはですね、普通にあまりよく有名じゃない人だと逮捕をすればいいっていうのを捜査実際あります。ここはいろんな警察とかは否定するかもしれませんが、この逮捕に関しては僕自身今2年、懲役2年6月懲執行猶予4年というね、罪を受けておりまして、今僕はそういう罪犯罪を犯した人ということで最高裁の認定まで受けています。そこに争いはないんですが、僕自身が一度も逮捕されてないです。なぜ逮捕されなかったかっていうと、まず任意の調査捜査にめちゃくちゃ協力しました。別に隠し事もなくちゃんとやりました。で、だから僕も事情聴取は確実に言っていたし、証拠品の提出ももちろんしてたし、証拠隠滅するような行為一切していないというようなところで逮捕がなかったんですね。でただ実際にこう例えば覚醒剤とか、あと他にその強盗レイプとかそういうものですよね。これね、逮捕して個室に入れるというか、まあ、いわゆる自由を奪ってやると結構自白しやすい精神状態になるのは間違いないですよね。だから結構そういうこう政治家とか偉い人じゃなければ簡単にある程度の証拠で逮捕状を取るっていうことはします。で逮捕状を取るのにやっぱりかなり神経質になるのがこういう政治家、当時2018年ですか、当時木原さんそんなに偉くなかったと思いますよ。まだ官房副長官でもなかったわけですから、まあ一自民党の国会議員程度なんで、でもそれは国会議員の奥さんとかになってくるとですね、必ずニュースになります。でニュースになって、ね、逮捕って出るともうその時点で人殺しになっちゃうわけですよ。世の中の多くはもうこの政治家の奥さんで逮捕されたの人殺しじゃんってなってしまうんですね。しかも逮捕されるとマスコミはブワーってここが報じるんですよ。報じていいからです。過去にね、こういうテレビとか新聞っていうのはどこのラインで報じても大丈夫かっていうと、やっぱり逮捕っていうのが一応ラインなんです。逮捕されたらそれは実名でこの人が殺人罪で逮捕されたって出していいんですけど、まだというか結局逮捕もされてない人をですね報じると死刑になるからです。世の中の人はよく分かってないから、刑事訴訟法とか裁判とか推定無罪の原則とか分かってないから、変に人を殺した可能性があるだけで、それが50% なのか 30% なのか 70% なのか 99% なのか別にして可能性があるとかって言って逮捕しちゃうともうテレビが報じて、ある意味もう無罪になったとしても、本当は殺人を犯してなかったとしても、そういうのがですね、取り返しがつかなくなるから、そういう意味では逮捕することに関しては特に、僕のような政治家、木原さんのような政治家やその関係者についてはかなり慎重なわけですね。で
これ慎重にやってやってやって、その結果ですよ、逮捕できなかったわけですよ、5年前に。それをね、まあこの現場の刑事のね、まあ、刑事さんはそれは当然ね、この人たちはこういう両親とかそういう遺族側につきます、被害者につきますから、一生懸命この人たちの会話でね、この奥さんがね、人を殺したんだ、だからそのために頑張ってるんだって、こう一緒に頑張りましょうってやるのはある意味刑事さんの仕事なんで、それは当然としてね、弁護人は、弁護士は被害者の方を守るのと一緒でね、刑事の方はそうやるのがお仕事ですから、だからその途中経過を今回まあ報道しているような状態なんですよね。途中経過を報道して結果としては、木原さんの奥様は逮捕されてないわけですよ。もちろん起訴もされてないと。そういう状態で、これだからね、奥さんすごくこれ、まあだからもう本当神のみぞ知るので、でも奥さんからすると、じゃあ私どうしたらいいのってなるわけですよね。これ裁判をかけて、で無罪ってなれば、それは奥さんも、まあ、大手を振ってなんでしょうけど、日本の場合、犯罪で起訴されてると 99.9% 有罪になりますから、疑わしきは罰せずだし、疑わしきはそもそも裁判にすらしない、逮捕すらしないっていうのが原則なので、まあ、今回ですね、この文春がこれを報じたっていうのは、なんか文春自身が、まあ、死刑になること、私の刑を捨ていくことについて、まあ、結構、まあ、煽ってるのかなと。僕もね、これね、僕ねちょっと一昨日かちょっと文春ちょっとやりすぎじゃないっていうのは、このね、殺人罪の疑いがかかってる人が木原さんであれば、これは僕は全然ありだと思います。公人ですから、木原さんに殺人の疑いがかかってるのであれば、文春メディアとして全然やるべきだと思うんですが、これ木原さんの奥さんであって、しかも木原さんが出会う前の事件なので、これはちょっとね、理解できない国民からすると、木原さんって悪い人だっていうので、ね、ちょっとそこはね、なんだかなと思いますけどね。これ本当に詳しく正しく理解できる人って弁護士レベルなんですよね。僕とかある程度こう刑事訴訟法とかメディアとかを知ってないと、これ本当に、これだからそういう意味ではね、テレビが報じないっていうのは僕は正解だっていうか、これ当然だと思いますよ。要は警察ってのはそもそも任意の捜査から始まるんです。これね、任意の捜査から始まります。で、任意の捜査から始めて、国民の皆さんも警察からちょっと話を聞かせてくださいって言えば、ぜひ協力してください。悪いことしてなければなおさらですよね。協力してください。で、任意の捜査を断ると強制捜査が入ります。よくね、駐車違反をしたとかね、駐車違反を放置してたら、逮捕状が来て逮捕されたっていうようなことを聞くと思いますけど、あれ実際逮捕されます。ちなみに NHK の受信料を払わなくても大丈夫ですよ。逮捕されませんけども、このように任意の捜査に応じなければ、強制捜査でガサ入れがあったりとか、逮捕状が出て逮捕されるっていうことがありますね。まあ、捜査に協力するっていうのが前提なので、その最終的に、逮捕もされない、起訴もされないっていう人をですね、報道するなんていうのはまさに人権侵害ですね。 99.9% 犯罪者でなければ、その人は罰することはしないと。疑わしきは無罪、疑わしきは被告人の有利とするとか、まあ、いわゆる推定無罪とかいろんな言い方があるんですが、人を殺したという疑いがかかっている人がですね、ちゃんと警察の捜査にも協力をした上で、起訴もされない、逮捕もされなかったわけですから、それを公にするっていうのは、ちょっと僕はやっぱ文春は死刑の方に向かってるのかなと。死刑 OK 上等っていうことになるんじゃないのかなっていろんな立場から考えてみたら分かるんですよね。本当にこの奥さんの立場からすると分からないですよ。奥さんは、私本当に人殺してるけど、もうセーフだと思ってたのに僕たちやられましたって思ってるのかもしれないし、もちろん警察がここまで調べて奥さんが犯罪ではないとなってるので、奥さんとしたらもう、いやもう私当時の旦那が自殺してもう嫌な思いしてたのに、こんなんやって私が犯罪者だと、殺人者だと疑われて、もう周りの人から友達とかもみんなそういう目で一生見られるわけですよね。奥さんからしたらそう見ちゃたまったものじゃないわけですよね。だから、まあ、木原さんとしたら人権侵害だということで、警察に訴えるってことをされてる、しようとしてるわけだと思うんですよね。だから僕はもうこの件はもうとにかく傷ついてるのはここですよ。こうですね。で、これね、一般人ですから、あくまでもね、これだから他のことを考えてみてください。
いろんなことで、自分の身内が自殺したりする人もいるでしょう。不審死を遂げる人もいます。だからその不審死で亡くなった人がの周りが殺人の人を殺したっていうか疑われる可能性あるわけですよね。で疑われたことをいちいちネットでダーってこう週刊誌なんかにダーって書かれるとですね、こう一生ある意味人生終わってしまうんで、そこのところはね、どうなんだろう。僕は文春が悪いとまでは言わないんですけど、とにかくテレビが報じないのはここであって、決して木原さんに対して何か忖度してるわけじゃないです。もしこんなの木原さんに忖度するんだったら、メディアこれぐらい岸田総理とか悪口言わないですから、それは忖度とかはないです。もちろん警察はですね、圧力によって捜査をやめるってことはしないんですよ。じゃなくてこの人の立場を考えた時にね、影響力を考えて特別に捜査をするということはあります。ここはあります。僕もそういうことをやられたこともあるし、やられたというかやっていただいたこともあるって言った方がいいでしょうね。だからそのどうしても警察側もですね、この 99.9 の壁っていうのがあるわけですよね。もう証拠がバッチリ揃ってないと被害者は ある意味かわいそうなわけですよ。めちゃくちゃ被害を受けてるけど、刑事としては一つ構成要件が欠けてるからこの人は無罪になりますって言って、刑事側は結構こうなんだろうな、被害者と一緒に悲しい思いをすること多々あるんですよね。もうだって証拠がなければ、ね、どんなにレイプしてるようがですね、なんだろうな、まあいろんなことをこう被害者は被害を受けてるわけですから、でも証拠がなければ裁くことができないから、だから刑事がある程度逮捕というような特権というかですね、権利を使ってね、もちろん裁判所の許可いるんですよ。でも被疑者疑ってる人間を逮捕して孤独にさせて、自白を引き出すっていう人質司法というのかな、これをやってることは間違いない。ただそれをやってちゃんと落とせたらいいんでしょうけど、落とせなかったとしても、まあ一般の人を逮捕しても報道されないんで、ちょっと大したことないんですが、僕とかこういう木原さんの関係者なんかをですね、あまりそのいわゆる逮捕をして吐かせようみたいなことをやって、もし何もなかった時の警察のダメージっていうのが計り知れないですね。もちろん逮捕なんかしちゃったら、もうさっき言ったようにもうこの人が犯罪をしたみたいな形になってしまうので、そこは慎重になるということですので、まあ僕はこれで誰が悪いと何とも言うつもりはないです。なぜテレビは報じないのかって言ったら、死刑になるからだということであるということを言いたかっただけです。で